2000年、神奈川県である事件が起きました。その後犯人が自首し、当初は反省を装っていたのですが、裁判でとんでもない言動を繰り返します。詳細を見ていきましょう。後に本件を起こすこととなる穂積はじめは、神奈川県横浜市で育ちました。父親は鉄道会社に勤めており、妹がいたそうです。実は加害者の穂積と被害者となってしまう A 子さんは中学時代の同級生でした。とはいえ話をすることはなく、ただの同級生という関係性だったのです。穂積はその後スーパーの従業員として働いています。その一方で A 子さんは短大を卒業し、着物の販売やレンタルを扱う会社に就職したそうです。 A 子さんはとても両親思いの女性であり、お父さんお母さんを悲しませられないからという理由で自宅から通勤していました。そんな中、事件が起きる2ヶ月ほど前に穂積はある感情をこじらせてしまうのです。何でも一人で自宅にいる時に、たまたま目にした男性週刊誌を見て悶々としてしまったそうなのです。そして穂積と A 子さんの自宅はわずか50メートルほどの場所にあり、たまたま A 子さんが穂積の自宅の前を通りました。その瞬間、穂積は A 子さんがタイプだったのか、彼女のことをターゲットに決めてしまったというのです。そして何度か待ち伏せをして、その機会を伺いました。そして事件前日の10月15日、この日 A 子さんは家族と楽しい夕食をとっています。 A 子さんの家族は父親、母親、妹だったそうで、お母さんこれ美味しいと母親の手料理に笑顔を見せていました。しかし、そんな家族4人で過ごす幸せな日常がこの日最後になってしまうとは誰も予想できなかったのです。事件当日となる2000年10月16日、当時22歳だった穂積は会社から帰宅する A 子さんを車の中で待ち伏せていました。そして午後8時50分頃、徒歩で帰宅してきた A 子さんが歩いてきます。一度自分の車の前に A 子さんを歩かせた穂積はとんでもない行動に出たのです。驚くべきことに、そのまま背後から跳ね飛ばしてしまったのです。その衝撃で A 子さんは畑に落ちてしまったのですが、そのまま穂積は畑の農具置き場に連れ込みました。そしてあろうことか、持参していた刃物を A 子さんの首めがけて振りかざしてしまったのです。また悶々としていた気持ちも発散しようとしたのですが、人が来たので諦めたと言います。そして同日の午後10時過ぎに、通行人が A 子さんの変わり果てた姿を発見したのです。その後の深夜12時頃に A 子さんの家族に娘さんの服装を教えてほしいと連絡が入りました。すぐに警察が自宅に迎えに来たらしく、警察車両の中で娘がどうかしたんですかと問いかけても、警察官は口をつぐんだそうです。そして午前3時過ぎにようやく事件が起きたことと被害者が A 子さんであることを知らされたのです。こうしてとんでもない事件を起こした穂積ですが、本件の捜査は難航し、なかなか捕まえられずにいました。そして娘を失ったショックから、 A 子さんの母親は A 子のそばに行きたいと口にするようになり、事件の影響で PTSD と診断されたそうです。その後も錯乱状態になって、自宅を飛び出そうとしたり、小さな子供が犠牲になるニュースを見るたびに落ち込んでいたといいます。そんな中、穂積は仕事を辞めており、家族に当たり散らすなど暴れる行動を繰り返していました。その行動に耐えきれなくなった両親や妹は穂積を残し家を出て行ったのです。その後、両親は穂積に現金を送金していましたが、そのお金はすぐに使い果たしていました。そして事件から3年ほどが経過した2003年の9月、ついに穂積は警察に電話し自首したのです。その際に穂積が供述した内容は、交通事故を起こして救急車を呼ぼうと A 子さんの携帯電話を借りたが、トラブルになって手にかけたというものでした。こうして豚箱行きとなったわけですが、当初穂積は A 子さんとご両親に申し訳ない、罪を償いたいという趣旨の上申書を警察に提出し、反省しているかのように装っています。しかし弁護士が接見したその夜から黙秘に転じてしまい、雲行きが怪しくなっていったのです。そしてやってきた横浜地裁の第1回公判で、穂積は信じられない言動をしました。恐ろしいことに、やっていませんと態度を一転させて、さらにはそんなところに行ってません、妄想だったなどと言い放ったのです。そして弁護側は、自首は親の関心を引くためのもので、虚偽であったことは明らかなどとして無罪を主張しました。傍聴席にいた A 子さんの父親は思わず
え、と声を上げ、頭が真っ白になったと言います。そして父親は意見陳述で、獣のような犯人が座った椅子には座りたくない、罪の意識のかけらもない被告を極刑にしていただきたい、と述べられたそうです。検察側は論告求刑後半で、極悪非道の所業で、反社会的性格は顕著、強制教育はおよそ不可能で極刑を考慮すべき事案だが、若年だ、などと述べ、無期懲役を求刑しています。その後、英子さんの遺族は、判決が言い渡されるまでの間に、極刑を求める署名活動をし、3ヶ月足らずの間に、6765名の署名が集まったのです。そして判決公判の日、裁判長は、穂積の自白の供述について、詳細かつ具体的で、臨場感に溢れている。被害者を車で衝突させた状況など、誘導で引き出されたものとは考えられないとし、極刑に値すると言いつつも、若年であり、前科前歴がないという理由で、求刑通り無期懲役を言い渡しました。穂積は判決を言い渡された後、裁判長、一つ質問させてください、と証言台に立ち、マイクをつかみますが、発言は認められず、引きずられていったのです。その際に英子さんの遺族が穂積に対し、お前なんか本当は極刑なんだから、お前は絶対に許さない、と言い放ちました。これを聞いた穂積は、出口で振り返り、とんでもない言葉を言い返してきたのです。なんと、お前が迎えに行かなかったから、娘は死んだんだよ、などと、遺族を侮辱する暴言を吐き捨てたのです。こうして、一切反省をしなかった穂積は、ちゃっかり控訴しています。しかし、控訴審判決が言い渡される前に、本件は、さらに最悪の展開が待ち受けていたのです。2006年8月1日、悲しいことに、英子さんの母親が、最寄り駅近くの踏切で、電車に接触し、命を落としてしまったのです。遺書はありませんでしたが、遮断機の下には、靴が揃えられていたそうです。英子さんの母親は、事件からずっと心を病んでいたといい、夜は眠れず、食事も喉を通らずに、体重は10キロ以上落ちていたといいます。また、生き地獄の毎日です。光のない砂漠の中にいるよう、親にとって我が子を奪われることが、どれほど辛いか、と声を震わせていました。そして開かれた控訴審判決は、一審判決と同様の判決となり、最高裁でも無期懲役が言い渡されています。その後、英子さんの父親は、穂積を相手取り、5510万円の損害賠償を求め、横浜地裁に提訴しました。この民事裁判でも、穂積は自身の犯行を否定しましたが、横浜地裁も東京高裁も、遺族の請求をほぼ全て認め、約5500万円の賠償を命じる判決が確定しています。ただ、当の本人からは、1円も支払われていません。穂積の父親は、鉄道会社を定年退職し、地元の福島県に戻って、無借金で家を建てて暮らしているといいます。そして、息子の犯行かわからないとして、同様に支払いを拒否しており、謝罪の言葉も何もないそうです。ただ、あくまでも支払い義務があるのは、穂積のため、加害者の家族には、法的な支払い義務はありません。一人の男が起こした本事件。穂積は、刑務所の中でも反抗的態度ばかりとっており、6ヶ月中4ヶ月は、独房や懲罰房にいるほど、服役態度が悪いそうです。無期懲役となったものは30年経過してから仮釈放の審理が行われるそうですが、万が一穂積の仮釈放が認められでもしたら、彼は50代で世に放たれる可能性が残っています。被害者のご冥福をお祈りします。